はい、どうもこんにちは。スタジオ24の稲坂です。今日はですね、こちらですね、プライムワンスタジオさんの、QT1 っていうシリーズですね。これまあいろんなキャラクター出てるんですけど、ベルセルクとかオリジナルのものから、まあもちろんあの DC コミックのね、バットマン含め、フラッシュとかもあったかな。いろいろあるんですけれども、これまああの実は全然レビューする気なかったんですよね。僕まあもちろんあのデフォルメされた可愛いフィギュアっていうのも興味があるので、結構買ってみること多いんですけれども、これ実はですね、だから開けてます。もういつもだったらこのレビュー開封レビューするんですけど、開けてるんですよね。でこれもういろいろとちょっと面白いところあったんですけれども、思った瞬間もうまあサイズすら見てないんで、買うときに。まあ、安いなとは思ったんですけど、思ったより小さかったんですよね。まあなんかアジア市場ではやっぱ小さい方が受けるらしいんですけれども、まあかなり小さいサイズだと。で、ただこれ手に持った瞬間に、軽いんですよ。ものすごく軽いと。もう軽いってことはもう、ソフビだと。もうちょっと僕、ソフビだっていう時点でテンションが上がっちゃって、全然紹介する気なかったんですけど、他にもちょっと面白いとこがいっぱいあったんでね、今日はちょっと、ソフビフィギュアという目線でレビューしていきたいなと思うんですけど、まあちょっとこれだからこれからいつものようにこちらですよね、ドライヤーでバラします。もう思いっきりバラします。なんか軽くさっき見た、この間見たところあの首とか接着されてるんですけど、もうバッキバキに、今からもう分解してやろうと思うんですけれども、これ面白いのがあの裏、ちょっとこの溝になってるじゃないですか。で最初これなんだろうと思って、この溝で台座ついてるんですよね。あ、そっか、台座に立たせるためにあのボスがついてて、なんですかね、あのジグで刺さるようになってんだろうなと思った。そしてこの台座を見たら棒なんか立ってないんですよ。あれと思って、これ何のためにこの微妙な溝があるんだろうって、まあこうやって考え始めるわけですよ。どっかついてたかなと、あのね、刺すこのジグというかボスが、で、なんだこれと思ってやってみたら、これ、まあそんな画期的じゃないかもしれないですけど、磁石なんですよね。こういったところすごくユーザーに優しいですよね。やっぱ穴ってできるだけ嫌なんですよね、裏の。ただ、まあ溝はありますけどね。だからなんでこれちょっと、これ見えますかね、なんでちょっと溝になってんだろうって、これ多分磁石のとこもあの青く塗ってるんだと思いますけど、丸磁石がこの中にカポッと入ってて、なんで溝になってんだろうなと思うんですけど、まあ多分あんまり浅くしすぎるとエラーが出るんだろうなって、まあ僕なんか想像しちゃうんですけど、本当のとこはわかりません。まあエラーっていうのはね、例えばこの磁石を入れて、塗ったものの、もうもちろんたくさん作ってますから、ギリギリにしてしまうとこの溝を、磁石がちょっと浮いてしまって、この、足のね、底のラインからちょっとはみ出すと。そうしたら、まあ、まあ、磁石だったらくっつくかもしれないですけど、普通に立ったらガタガタするじゃないですか。多分そういったエラーをできるだけ、ね、少なくするために、ほんの少し溝を用意したんじゃないかなと。じゃなきゃ、まあ、00の方がもちろん磁石の威力は強いわけですからね。そんなことも考えちゃうんですけれども。まあ、とりあえず、ちょっとね、バラしてみましょう。はい。そろそろ温まったかな。だいぶガンガンいきました。あー、柔らかいですね。まあ、これ持つだけ熱いんですけど、パンパン。成形分厚いんですよね。だから、ここ、多分首、あっち。あ、これ、いけるかな？あっちょ。いけ。あれ、いけ。いけない。硬い。ガッチガチに接着されてますね。もう、そういう時はもう、歯入れるぞ。歯も入れる。どうなってんだ、これ。あ、空気入った。シュッと。どうなってんだ、これ。なかなか取れないですね。あ、どうなってんだ、これ。全然取れない。あ、これ、観光か？あ、取れましたね。取れてきました。ちょっと商品として、ちょっと作った人には申し訳ないんですけれども、中が見たいんですよね、これ。これすごいな、こんだけガッチガチに接着してんのに、漏れてないところが、接着剤が漏れてないってところが、あー、よく取れた。見えますか？前もちょっとカッターの刃も入れたんですけど、ガッチガチに接着されてんのに全然漏れてないっていう。出た。
完全にソフビですね。これまあ詳しくはどっかで話しますけれども、ローテーションって言って、まあ中国特有のソフビの成形方法ですね。中空洞になってますよね。こっからスポンと抜くわけなんですよね。今回これ、まあ、そんなに僕も考えて買わなかったんですけれども、このプライムワンのこの QT1 っていうシリーズは、まあもちろんね、キャラクターをデフォルメって、そのコンセプトがあるんですけれども、あくまでぬいぐるみであると。で、ぬいぐるみを、に見せたいっていうのが一番のコンセプトなんですよね。だから、そのぬいぐるみの質感を出したいと。で、まあ、ぬいぐるみって言っても、まあ、布、一口に布とかって言っても、まあ、例えばね、ここの頭のところなんていうのは、レザーの質感なんですよね。レザー。だから、レザーの質感をしっかりと出すと。で、この口のチャック、ファスナーになってるんですけれども、ソフビでやる場合は、この先端のね、このファスナーのこの先端のところ、もう一緒の、この一体成形にしてしまうっていうのも一つなんですけど、これもやっぱあくまで質感の追求、丁寧ですよね。これはソフビ、このパーツ、この先端のパーツはソフビじゃなくてインジェクションって言って違う成形方法でわざわざ経費かけてやってるんですけれども、まあ、そういった質感をこだわる、質感にこだわるシリーズであると。だから表面のディティールっていうのがものすごく大事なシリーズなんですよね。で、ソフビっていうのはデメリットで語られる部分が多いんですけれども、一つ大きなメリットがあるんですよ。それは何かっていうと、成形方法の違いで、例えば一般的にゲームセンターに出回ってるインジェクションって言ってね、まあ、重たい PVC で、まあ、それ原型の再現性は高いですし、もちろん中が無垢で重くて、重厚感がある、と。で、なんですか、成形の制約もないので、結構自由な形ができるんですけれども、そのインジェクションの型っていうのはたい焼き型なんで、挟み込むんですよね。で、パーティングラインって言って、挟み込んで開いたところ、この挟み込んだところに材料を流すんですけれども、どうしてもこの開いた、型と型の、狭間のところには、パーティングラインって言って、ピーって線ができるんですよ。線が入ると。で、それをまあ、昔はそれ入りっぱなしだったんですけれども、もう、10年、20年ぐらい前は。最近ではもうそれが中国の工員さんね、ものすごくすごい人数ずらーっといて、この布の棒みたいなもんで、キュ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 ッと、こういうのをね、出てたらこうクーッと磨いて綺麗にしていくんですけれども、これ僕もやったことありますけど、めちゃくちゃ大変ですね。シンナーみたいなものでやるんですけども、手ボロボロになりますね。一回300か400個ぐらいやったことあるんですけど、もう手ボロボロになって、もう嫌になりましたね。だからもうちょっと今、工房ではやらないっていうことに今決めてるんですけれども、まあ、それぐらい大変な作業であると。で、まあそれをやって、大変な作業でそれをやったとしても、磨いたところっていうのはもう結局シンナーである意味では溶かすようなものなので、そこ消えるんですよね。パーティングの線は消えるんですけれども、ディティールも消えてしまうと。だからそれは大きなデメリットとしてあるんですよ。ただ逆に言うと、ソフビの場合は、割り型じゃないんですよね。一回お見せしたことあると思うんですけれども、ソフビの方っていうのはこう、ね、例えばこれテーテルポーズみたいなこういう状態があったとすると、この広いところからポーンと引っ張るんですよ。で、引っ張るところに穴が開いてると。だから穴がこうやって、穴ですよね。抜くところに穴があるので、抜き口は1個だけなんですよね。そこに制約とかいうか問題が出てくるんですけれども、何がいいかっていうと、パーティングラインはないんですよ。で、厳密に言うと、原型から金型、ソフビの金型作るときに、ロー、ワックスって言ってローに置き換えるときには、結局シリコンで型取るので、線が出てるので、ロー型の段階で消したりして、その時に結局微妙に残ったような跡が出ちゃうことはあるんですけれども、最近では 3D でワックスができたりもするみたいなので、おそらくこれ、どこをどう見てもそういう処理した跡がないんですよ。で、マントなんかはインジェクションって言って、そのさっきのたい焼き型でやってるんで、やっぱりこの、間のところにパーティングラインらしきものが見えるんですよね。逆に言うと、でもそこだけで、他のところには全然パーティングラインが見えないんですよね。当然ですよね。ソフビで、成形方法でやってるんで。だからこれは、まあ、費用的なこともあるかもしれないんですけれども、おそらくですね、そのディティールを追求したいっていう、
あのコンセプトがあるからソフビの成形方法を選んだっていうことも理由の一つにあると思うんですよね。あのソフビの成形方法で金型自体は安いですしやりやすいんですけれども、生産性が決していいとは言えないんですよね。数がそんなにあのどうしても成形するのに一個一個に対しては時間がかかってくると。だから成形の単価自体はインジェクションに比べるとちょっとずつ上がってきますし、時間もかかるというデメリットもあるので、あえて今回こういったね、Amazon で3000円台で売ってるような商品、もうメーカーの取り分って1000円以下なんじゃないかなと思うんですけど、そういった商品を、販布するときに、ソフビのわざわざ成形方法を選んだっていうのは、そういった理由って、これはある意味こだわりですよね、企画の。そういったものも感じるんですよね。だからなんかそういうのを感じると嬉しく、やっぱり、ますますこの商品に愛着湧きますよね。バラバラにしといて、このおっさん何言ってんだって思われるかもしれないですけど、愛してるがゆえにちょっとバラバラにしちゃいましたっていう、ちょっと、サイコパスな感じで今日は、お別れしましょう。ではまた。